行こう。この感じ、あの日道を見失った時と同じ感覚だ。体の中にある何かが俺をどこかに連れて行こうとしている。本体の影響が次第に強くなっています。距離が近くなったからか、それとも同質がより悪化しているからか。カリオさん、具体的な方向はわかりますか？おそらくこっちだ。ああ、この方向だと思う。心臓がかすかにうずく。方向は間違ってない。この場所、前も来たことがあるようだ。この場所に漂う不吉な気配、私にも感じられます。ここには少し覚えがある。カリオ、大丈夫か？オイラたちが降りて探してくるから、お前はここで少し休んでていいぞ。ダメだ。氷が、まだ俺を待ってる。早く、出発しよう。ここの採掘跡は荒くてかなり古い、盗賊が掘った洞窟のようだ。盗賊が掘った洞窟？そういえば確かこの辺りにはお宝に関する伝説があったよな。もしかして宝刀団の奴らが掘ったものか？周りに散らばっている道具を見たところ、その可能性はありますね。でもなぜ彼らは道具も片付けず、このように荒れるほど放置したのでしょうか？思い出した。コーリは俺をここに連れてきたことがある。洞窟の中で、俺を救う方法を見つけたと。だが、その方法を使って、俺は、なんで思い出せないんだ！くそ！無理しないでください。まずは先に進みましょう。ようやくは口取れた。やっ、そこだ！行くぞ！ここには航路もあるのか？宝刀団の奴らも
息抜きの仕方をよくわかってるみたいだな。航路の中で焚いていたのは魔物を追い払うためのお香のようです。魔物を追い払う？でもついさっきオイラたちは魔物の群れに遭遇しただろう。お香は何日も前に燃え尽きています。私たちが出会った魔物はおそらくより深いところにいる何かに引き寄せられてきたのでしょう。この洞窟を掘った宝刀団も奥であれに遭遇したから慌ててこの洞窟を捨てて逃げたんだと思います。その後姉弟子はこの場所を見つけ、あれをカリオさんの命を救う頼みの綱とした。そうだ、この航路、この航路は氷のだ。間違いない、ここで合ってる。ここで氷に頼んで俺は飲むことに。大丈夫だ、引き続き先に進もう。感じるんだ、氷はこの下で俺を待ってる。いざ。毒になり得ます。感じる。もうかなり近い。氷と約束をしたのはこの先だ。行こう。いざ。先に進めるようになったぞ。どうやらこの装置から放出されるエネルギーは衝撃を解除できるだけでなく、対応する装置を通して伝達させることもできるようですね。これは利用できるかもしれません。知りなさい。マイヤ、行こう。いざ。
行こう。風の流れる方へ。男子に引き寄せられています。後ろはあなたに任せます。行くぞ。風の行く先を。裁きを受けよ。風の赴くままに。これが海山を滅ぼ。まだ脈はありますが、決して楽観できる状態とは言えませんね。あなたの体にある毒素と同じで、ここに根を張っている魔人の残滓が、すでに彼女の意識を侵食しています。早く取り除かないと、たとえ一命を取り留めることができても、再び目を覚ますのは難しいでしょう。それじゃあ、さっさと魔人の残滓を取り除こうぜ。そんな単純な話じゃない。薬術が前に言ってたことは、まだ覚えてるか？カリョウの体にある毒は、ここの魔人の残滓と関係してる。魔人の残滓を取り除けば、彼の体にある毒も効かなくなるだろう。カリョウの体にある毒って、心臓の病気を抑えるためのものなんだよな。それが効かなくなったら、え？まさか！そう。ここの魔人の残滓を取り除いたら、あなたの命も尽きてしまいます。やっぱりそうなるのか。ちょっと待ってって。オイラたちがここまで苦労してきたのは、カリョウの病気を治すためだろ。
そんな。テク術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。そうだよな。この毒を飲み続けることで、もう少し時間を稼ぐのも一つの方法です。姉弟子の方は、他に手がないか考えましょう。氷のこの様子だと、おそらく気絶するまでずっと、あんたのために薬を作ってたんだろう。もしかしたら、彼女もそれを望んでるかもしれない。白先生、正直に言ってくれ。氷は、あとどれくらい持つんだ。魔人の残滓は、すでに配布に侵入しています。通常なら、長くても3日くらいでしょう。ですが、もし私が秘宝を使って治療すれば。でも、それに何の意味がある。白先生、ここに来る前に、俺は魔人の残滓の危険性について、人から聞いた。こんなもので命を繋いでいる限り、氷は危険を顧みず、俺のために薬を作り続ける。それに、もしいつか魔人の残滓が暴走したら、周りに影響を及ぼし、氷とアコまで傷つけてしまうかもしれない。どうせ俺は、十数年も前に死ぬはずの人間だったんだ。今日まで生きることができたのも、アコが大きくなるのを見届けることができたのも、まさに岩王帝君のご加護のおかげさ。もし引き換えに氷の命が助かるなら、俺は氷を。やはり去るべき時にこの世を去らなければ、人はどんどん欲が出てきてしまうものなんだな。白先生、旅人、もう少し時間をくれないか。氷を、もう少し見ていたいんだ。一目だけでいいから。わかりました。ありがとう。すまない。みんなの恩には、来世で報いることになりそうだ。カリオ。白術、調整、本当に、お前らでもどうしようもないのか？一般的な手段は、もうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は、私にも、あまり自信がありません。生老病死。そもそもそれは、人間にとって逃れられない宿命だ。もし命を簡単に救う方法があれば、氷も人でないものに助けを求める必要なんてなかっただろう。そんな、氷が苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオが氷を救うために自分を犠牲にするなんて、こんな。やっぱり、生離死別にはなれませんね。何度見届けたとしても。人間にはいずれ別れが訪れる。価値のある死を選んだのなら、それはいい結末なんじゃないか。少なくとも、あんたの師匠たちもそう思ってた。師匠たちの選択は、確かに感銘を受けるものでした。しかし、価値のある死を選んだ人たちは、往々にして、行くべきではなかった命です。あの時、俺たちは約束したよな。アコが大きくなって、薬を取るのを手伝えるようになったら、俺をあの世に旅立たせるって。ほら、今あの子は、俺をリーウェコーの医者のところまで連れて行けるほど大きく育った。お前を探すために、依頼も出してくれたんだ。たとえ俺がいなくなっても。お前たち二人は、元気にやっていけるよな。もう十分だ。どうか、あの世へ
あなたの意識も記憶も侵食されていく。最後には死んでいるのと変わらなくなる。使ってくれ。そうすれば少なくとも俺はお前たちを守り、アコが大きくなるのを見届けることができる。心配しないで。母さんは今から薬を取りに行ってくる。私たち家族は誰一人として欠けさせないから。はあ、こんな時に、なんでこんなことを思い出すんだろうな。人っていうのは、長く生きれば生きるほど欲張りになってしまうみたいだ。もう一度お前の声が聞きたい。もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら詳しく話してください。リャク先生、俺は確かに確かにあなたは一度死にました。今のあなたは人間というよりキョンシーに近い存在です。キョンシー？そう、出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。あなたの体を生と死の狭間で維持させるためにね。ただ、本物の戦火の術にはまだまだ及びません。あなたの寿命を少し伸ばせる程度でしょう。それが具体的に何日、何ヶ月、何年なのかは、これを機に私も少し観察してみたいと思います。でも、それがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思います。フー同士はこれに納得していただけるでしょうか？不死の薬って、あなた一体裏でどんだけ研究したの？こんなものまで作れるなんて。名ばかりの未完成品にすぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ、薬もあまり効かなかったはずです。私はあくまで一介の医者。精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する以上、それを救わない理由はないということだけです。それに、私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは、他でもなく、フー同士本人ではありませんか？やっぱりバレてたんだ。フー同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。で不死の薬の話をあの時してなかったわけだ。あんな状況だって言うのに、それでも私を警戒してたなんて。フー同士に勝手なことを言わないよう口止めされてたんだが、やはり白先生には隠し通せなかったか。
私の鼻を舐めるなよ。私はただ、行方不明になった家族のことをずっと気にかけてる家寮を見て、その心残りを晴らし、早く旅立てるよう手助けしてあげたかったんだよね。もし未練があって旅立てなかったら、手を差し伸べて彼岸へと送ってあげる必要があるからさ。けど、まさかその商売を不袋に邪魔されるなんてね。まあいいや。この注文は延期になったってことで。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら、最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕、白先生や母さんよりもすごい薬師になって、父さんの病気を治してみせるよ。だからお姉さん、もう父さんのことはほっといて。おやおや、王城堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。雲来の海が二つあっても入りきらないほどにね。だからあなたもぜひ頑張ってみてちょうだい。旅人パイモン、そんじゃまた今度ね。ふぅ、やっといなくなった。これで一段落ついたな。せっかく再会できたんだし、何かした方がいいんじゃないか。こんな時は美味しい料理を作ってお祝いしなくちゃな。前に氷と亜子の二人と卓を囲んで話したのは、まるで前世でのことのようだ。おお、それは楽しみだぜ。それじゃあまずは市場に行って一番新鮮な食材を選ぶぞ。出発出発。お兄さん、僕も手伝うよ。白術、今回は本当にありがとう。氷さん、とんでもありません。私はただ自分のすべきことをしたまでです。すべきことか。白術、長生、もしよかったら外で昔話でもしない？あなた、半分教師になったばっかり。これからいくつか気をつけないといけない。先輩、お聞かせください。1つ目、忘れないで、柔軟体操。2つ目、忘れないで。はい。何をでしょう？忘れた。谷で別れてからいつの間にかもうこんなに経ってたんだ。長生は昔と同じで全然変わってないね。あんたは随分と変わったけどね。そうね、あの時の私はこんな日が来るなんて想像もしてなかったでしょう。それと白術、あなたがこんな風になってることもね。あなたの不死の薬を見たけど、私の作った毒と薬理が少し似てたわ。毒素を持って生前の状態を維持する、妙妙たる発想と言わざるを得ません。まさか氷さんは私が勝手に真似したことを責めるつもりじゃありませんよね？そんなことないわ。あなたの素質ならたとえ前例がなくとも
自力でそのうち作れてたでしょう。けど、あなたが家寮に会ってからたった数日しか経っていない。なのに、あの毒をここまで深く研究するなんて。しかも、元の処方に改良まで加えてある。これは素質だけで説明できるものじゃない。白術、本当のことを教えて。あなた、自分で毒を試したの？ふぅ、だから長く隠し通せないって言っただろ？長生との契約で転移できるのは、正規だけではないのね。やはり、氷さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。長生の秘宝は、正規だけでなく、毒素や病も転移させることができます。二回目の治療で、カリオさんから自分に一部の毒素を転移させました。これは、彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん、残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、氷さんが心配する必要はありません。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も。私にそれをとやかく言う資格はないか。当時、私が指紋を離れて姿を消したのは、カリオを治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えにカリオを救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。しかもあなたは自分で毒を試すときた。どいつもこいつも師匠たちと同じ道を歩んでるってわけね。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。白術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って自分の体にたくさんの病と毒を転移させてきたでしょ？その中の多くは私でもよくわからないものだわ。あなた、まだ引き返せるわけ？氷さん、あなたはわかっているはずです。私たち一脈は皆こういう性格なのだと。時間だよ。お兄さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。ええ、わかった。今行くから。ちょっと、あまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのはわかってる。けど、忘れないで。もしあなたがいなくなったら、ナナも、ケイも、あなたの親しい友人たちはみんな、あなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください。私にもそれくらい分かっていますから。ふぅ、だといいけど。白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言ってたけど、あれってどういう意味なんだ？お前、大丈夫なんだよな。彼らの師匠を含めて、私の歴代の契約者は、みんな短命で一生を終えている。そんな、長生、お前って、人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これは、とても長い話になります。かつて疫病が流行りし時、世の苦しみを根絶せんと一人の癖師が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと、天才にはかなわない。
医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には百病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし、息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘宝を伝授しよう。だが忘れるな、それはやがてあんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが別れの時はまた訪れる。ただし世を去ったのは聖器を使い果たしたクス氏であった。こと切れる前、クス氏は最後の患者であったマナ弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の死が選んだ道とこれから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで、これは人をのみて活をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うためにもう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度もいくら念を押し彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ？答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね、残された時間で薬君山に戻りゆっくり寝よう。そして旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら手を差し伸べない理由などないでしょう。ふう、また同じ答えを。まあいい、目を閉じなさい。この契約はあとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが湿潤な気質を持ってた。しかしこの秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに数多の人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にした時、彼らは人間離れした力を行使してしまいます。まるで飛んで火にいろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ白術お前も私はそうですね、光を追い求めつつも
やけどはしたくないがとでも言いましょうか。長生の秘宝はあくまで病を転移させるだけ。世の苦しみを減らすことはできません。まさに、カリオさんがコウリさんの危篤状態に慌て、コウリさんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが、私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。え、でも、お前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう？毒とは何でしょうか？病とは何でしょう？そもそも、どれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか？平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病をすべて研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見れば、それは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ、私にとって、これは先人たちが百草を舐め、百病を克服したのと、あまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが、契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも望みません。なら、答えは一つしか残っていないのではありませんか？その通り。私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもりです。真の不死はかつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分を救って、あまつさえこの私までも救おうとするとは、本当に欲張りだ。欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる。こんな利己主義の側、月へ飛んでいくしかありませんね。ああ、お前ってやつは、なんて言ったらいいのか。白先生！お兄さん！みんな何の話をしてるの？ご飯の時間だよ！それと、長生にパイモンも、ココナッツミルク、飲みに来ていい。まあ、いいか。食事の方が大事だしな。他のことは、お腹がいっぱいになってから考えようぜ。ふう、たまにパイモンが羨ましくなる。腹を満たすだけで満足できるんだから。私たち人間が人生に執着してしまうのは、まさに、そのような些細な幸せがあるからではありませんか？行こう。宝とは旅の醍醐味でござろう。